ジャウスかっこよくないですか。これ実物で見るとめっちゃ迫力あるからね。70はフロント側から見ると、車体下がまあまあ見えるんで、ほんで、このジャウスのフロントアンダーカバーね、これをつけることによって厚みが出て重厚感が出るんですよ。このトヨタっていうエンブレムかっこいいね。これ見てください、これかっこよくないですか。ではではぐるっと見ていきましょうか。はい、これデュアルモードオートマチックロッキングハブ、なんかかっこいいね。で、フロントサスペンションね、ようわからんけどかっこいいね。このでかくて見やすいサイドミラーね、もちろん手動です。スプリングが効いて結構開閉しやすいです。では車内に行きましょうか。これ一応パワーウィンドウね。でこのコンパクトなフロアマット、これがまたかっこいいよね。ランドクルーザーね。この内装はもう高級感にはほど遠いほどのチープなもんで、と言いつつも男のロマンが詰まってる雰囲気を出してます。このシート下なんか空洞でスカスカやけど、って言っても掃除がしやすい。でこのシートは、包まれてる感じがして結構疲れにくいっていう印象ですね。でこのルームミラーにはバックカメラもついてますし、これ360度のドラレコね。これリアにも一応、ヒーターの温度調整とかもう一応ついてますね。これ今直立になってますけど、一応リクライニングはしますね。30度ぐらいかな。でこれは LED に変えてます。足元狭い。これほんまの使い方は人が乗るんじゃなし、武器を乗せるための後部座席やからね。このジャウスのフロントバンパーガーニッシュをつけることによって 48mm 全長が長くなってるから、車両感覚に注意が必要です。でこのレトロなランドクルーザーのロゴね、かっこいいね。でこれアドブルーの蓋、これ加工してビス止めしました。いたずらされるからね。でこれアンテナね、手動です。シート下は助手席も一緒、スカスカで、フロアマットかっこいい、ランドクルーザーって書いてるしね。で物入れ、何入れんやろうね。でこれ、エアコンの吹き出し口やけど、これ結構ねギア効いてこだわってるよね。
で、ここみんな知らんのちゃう、ここにもね USB のコネクタあるんですよ、差し込み口がね。こんなとこについてるって結構ありがたいよね。線見えへんし、蓋閉めたらね線見えへんもんね。で、このフロントコンソールボックス、何使うのよねこれね、なんただの物入れで、センターコンソールボックス、はい、狭いで、ここ物入れの、ね、ドリンクホルダーね、これ1個で、男のロマンが詰まってるトランスファーレバーね。で、このエアコンの、温度調節とかのレバーもギアが入って調整しやすいです。で、この男のロマンのデフロックね、フロントとリア、はい、前からの、前方ね、はい、これもかっこいい。いや、どこ見ても全部かっこいいやないか。これ武器乗せる時のシートの使い方やね。で、ラゲッジスペース、ラゲッジスペースは結構広いですよ。これほんまの使い方は、武器乗せて戦闘員が乗るとこやからね。あと燃料積んでね。ここは、工具関係やね。ここまでリクライニング30度も倒れへんか。で、ここがウォッシャー液の吸入口、こんなとこについてるね。で、このランドクルーザー40周年記念の、タイヤカバーね、かっこいいね。で、牽引フックに、ほんでこのリアのアンダーカバー、これもかっこいいよね。これアンダーカバーつけるだけで厚みが出て重厚感がほんま出るよね。かっこいい。で、このバックカメラかな。で、これが360度ドラレコのバックカメラね。これ後ろから見てもかっこいいよね。ランクル70って、ピカピカで乗るんか、ドロドロで乗るんか、ピカピカの方がかっこいいよね。黒やし、やっぱなんか輝きがあってかっこいいよね。
のキーを指して乗るっていうところからもワクワク感をこう感じる車なんですよね。線も高いし、まあまあ運転しやすいですね。どうでしたか、ランコル700。男のロマンが詰まってる車って感じがしたんではないでしょうか。次回は、自作ベッドを作ろうと思っていますので、また、ご視聴ください。